どうも、文禄です。今日はですね、これを買ってみました。ロメオのナンバー4です。じゃあ早速開けていきます。ロメオってね、ブランドがあるんですけど、会社は伊東屋になるんですけどね、伊東屋がやっているブランドがあって、ナンバー3とナンバー4の2種類が、伊東屋で今も売られているっていうことになってますね。ナンバー3がボールペンになってて、ナンバー4は多機能ペンになってますね。でこれが多機能ペンで、でこっちの多機能ペンの方が安いんですよね。はい、でこれがロメオのナンバー4ということになります。軸がね、革とカーボンで選べるんですけど、僕はねカーボンはあまり興味なかったんで、こっちの革の方にしました。触った感じね、すごく気持ちいいですね。やっぱりね、革ってね、触り心地がいいですね。うん、すごく持った心地がいいです。これは革なんで、こうつなぎ目がありますね。やっぱどうしてもね、本革なわけですから、こうつなげてるわけですよね、革を。ということで、こうつなぎ目が出てるっていうのはね、これがどうしてもね、これはしょうがないところであるんですけど、いつもこの革軸のねペンを使うときね、このつなぎ目からね崩壊していかないかってね、それを僕はよく心配するんですけどね、その辺の耐久性どうなんですかね。うん、僕もまだ文房具使い始めてね間がないんで、その辺の耐久性についてはねちょっとよく分かってないんで、まあ知ってる人はねコメントしてもらえると嬉しいんですけど、この多機能がね、それぞれね、もう見えるか見えないかっていうところで、こうレッドとかブルーって書いてるわけですよね。ペンシル、ブラックっていう感じで。で、これ振り子式になってるんで、その出したいところで、まあ、ブラックだったら、ブラックを上にして、こうノックすると、ブラックのボールペンが出てくると。うん、という感じのやつなんですけど、うん、もうデザインを重視してるんで、もうこのね、ブラックとかブルーとかね、なるべく見えないようにしてありますね。だからかっこいいなと思いましたよ。すっげーかっこいいなと思いました。うん、もう一瞬でねこれ気に入りましたね。これ普通のカチ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 回してやるタイプだったり、レバーをこう押して出すタイプと比べてね、このタイプねいいですね。僕ね、もうこの振り子式多機能ペンに出会ってからは、もうね振り子式でないと嫌だっていうぐらいね、そんな気になるぐらい気に入りましたよ。振り子式ってね、中で物が動いてるんでカチャカチャ音がしたりするんですけどね、カチャカチャ。でもねこれはね使っていてね、そのカチャカチャがほぼ気にならないですね。まずね、何か出してるとカチャカチャしなくなるんで、なんかもう全部多機能ペン振り子でいいんじゃないっていうね、そんな気になるぐらいね、もう振り子式っていいなと思いましたね。気に入りましたこれで。重量感もすごくいいし、この革の軸もね気持ちいいし、持っていてねすごいね心地いいんですよね。しっくりくる。でこの革もいいんですけど、当然のこといいんですけど、こっち側の軸ね、ここもねすっごいスベスベしてて、こう手に持った時に、ここにこの軸が当たった時になんかね、すっごいねスベスベの手で撫でられてる感じがして気持ちがいいんですよね。本当すごいいいペンだと思いますよ。おすすめですね。これは本当に買ってよかった。まだ僕多機能ペンそんなにたくさん持ってるわけじゃないですけど、このペンはね間違いなくね3本の指に入るお気に入りの多機能ペンになりましたね。じゃあねちょっと書いてみますね。じゃあブラック、うん、まあ普通の油性ボールペンですけど、まあ滑らかに書けますよ。低粘度というわけではないと思うんですけど、全然ね不便ではないです。すごく使いやすい、書きやすいですね。赤、その書き始めかすれますけど、それはねもう油性ボールペンの宿命なんで、書き始めかすれるのはしょうがないんで、それは何とも思ってない。うん、いいですね、書きやすい。なんか普通に油性インクとして
割と滑らかな感じで、なんか書きやすいですね、これ。あとは青。青、ちょっとね、カタカタ言うな。カタカタ言わない場所がどっかにあるはず。うん、この持ち方だとカタカタ言わないな。うん、滝のペンってね、なんかカタカタ言うわけですよ。でもね、この持ち方をね、変えると、持ち方っていうかね、これ、回転させていくと、カタカタしない場所がね、大体あるんですよね。それを見つけると、もうカタカタに対するストレスはなくなりますね。うん。で、ペンシル。うん、ノック感も柔らかくていいですね。うん、書きやすい。すごく書きやすいし、気持ちいいし、重量感もちょうどいいし、もうね、なんかこれ火の打ちどころがないですね。ここまでね、いいものを作ってきたかっていうね、もう感心しか感じないです、これは。うん。だから、まあこれ伊東屋のブランドになるんですけど、ロメオって、うん、伊東屋のね、筆記具ってね、侮れないですね。本当にすごいと思います。はい、まあという感じになるんですけど、というわけでね、今日はロメオのナンバー4でした。ではまた。